来年度予算案の編成をめぐり麻生財務大臣は各大臣と接触を行いましたこの中で小野寺大臣は中国の海洋進出などを受け警戒監視の必要が増大していて護衛艦が不足しているとして新型の護衛艦2隻を1055億円で導入したいと要望し麻生大臣が認めたと明かしました新型護衛艦は従来と同じタイプのものと比べて半分の人員で運用でき 建造費も6割程度に抑えられていると強調し、費用面からも効率が良いとしています。